やっぱりこんな野蛮なゲームホスカには無理っすわ。どうします？次人を傷つけないゲームにしましょう。いっそ好きなの選んでください。右上のやつ何でしたっけ？ヘッツ、これ左ナインズメモリス。オセロオセロ。あーリバーシ、リバーシ。あ、違う違う、先攻ここ決めますか？あ、どっちもいいですよ、強い方。どっちが強いんだろう。わかんないでいいですよ。ストップ出て。あ、ランドがあった。ストップ。ごめんなさい、ランドがありました。リバーシは、ホスカはお母さんとよくちっちゃい時からやってたんで。おー、じゃあ自信ある感じなんですね。はい。ホスカはスタッツ。おいや。あ、ネズミ定石ね。やるな。ネズミ定石？ネズミとかトラとかタカとかがあるんですよ、オセロは。定石として置き方の最初の3点目ぐらいまでで決まる。うーん、世界大会出てるから僕は。え、ちなみに半分適当。何のオセロの。え、本当ですか？どうして笑うんだ。え、そんなのあるんですか？いや、そうです、そうです。オセロ、そうなんだ、そんなのあるんだ。そうそうそう、浅いっすね。あるんです、そういうのが。これも置き方嫌ですよね。わかりましたい。うん、いやー嫌ですよね、こんな置き方されたら。いや全然嫌じゃないですけどね。でもなんかオセロはこう最初に取られちゃった方が弱いみたいな、そのカードじゃなかった、多く取った方がアップで取れなくなる、はい、苦しむ傾向にあるらしいです。まあでも結局なんだろう、こう統計上のデータだからわかんないですけどね。それは僕にも。なるほどね。で、まあ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 、なんかオセロ、僕がね知ってるオセロ最強の術みたいなのがあって、はいはい、オセロって自分がどこを取るかじゃなくて、相手がどこを、相手にどこを取らすかっていうのが結構大事らしくて、はあ、例えばもう下2個しか置けなくなりましたみたいな、今そうなんですよ、はい、で僕は結構やるんですけど、こう徐々に徐々にこう相手が取る場所なくなって、相手の弾をパスで飛ばさせるっていう戦法が、まあ世間一般では強いとされてるみたいですね。あら、どうかいたしましたか？いや、どうしようかなこれ。まあでもここかな。まあそうですね、こうだな。でコツとしてはこう囲ませる、はい、自分のマスを相手に囲ませるのが結構強いです。はい、自分のマスを相手に囲ませる。ただこれちょっと良くない展開になりかねないからな。でも今結構いい感じしてない？結構巻き返せてね。まあこっちから潰しましょう。これね、左上を取らない方がいい理由もあって。はいはいはい、左上を取るとその1個手前が取られちゃうから、そこはねそう簡単に手を出さないんですよ。確かに。そう、そこを敵に取られるのが一番怖いから、左上のカードをすぐには取らない。そう、1個下を取られたらそれはもうね角を取ったとほぼ同意義のことをされてしまうので。そう、ね、そもそも僕は僅差で勝ちたんじゃない、全消しを常に狙い続けてるから。全染めを。全染め。まあフェアリスさんもクズハもね、僕の手によって全染めの被害に遭った者たちなので。じゃあ分かった、ちょっとルール変えて全染めじゃなかったら。いやいや、それは違います。確かに。ああ、やっぱ全染めって難しくて、すごいめちゃめちゃ難しいんですよ、全染めするのっていうのは。でも初戦だし1回くらいちょっとルール変えてやってみてもいいんじゃないかなって思うなんですか。どうしてもっていうならまあ考えなくもない。あ、じゃあいいっす、じゃあいいっす、じゃあいいっす、そんな別に。わかりました。ではまだ勝ち目あるんで。ではパス、失礼いたします。パス。ゲームが壊れたんだけど、みんな、
察されるんだけど、めちゃくちゃ。ちょっと待って、おかしいゲームが。お疲れ様でした。ちなみにあのネズミ定石とかはマジです。あ、最初に言ってたやつ。そうそうそう、マジである。意味わからん。ありがとうございました。こんなのオセロじゃない。